ちは。カメラ撮り撮りだからね。行動が遅いわけ。すみません。楽しみですがね。まあ、はい、これしかないもんね。いいですがね。これと焼酎ぐらいしかない。あ、焼酎がいいですか。いいですね。これ撮って、パソコン向かって、はい、焼酎飲みながら編集して。それしかない。そうなんですか。あ、藪入ったりか、眩しい。はい、あ、じゃあもう、この、こういう道しか通ったらいかんね。藪入らないようにしないかんね。つぶらうてるんですけど。ああ。動かないで。あ、そうなんだ。そこに、おったんですよ、上に。へえ、うん。この肌してるから、自然食は。わからんもんね。全くわかるな。そうなんだ。ここと肋間を見て古式だけは気をつけて。ああ、古式だけはね、あれ下降りたらね、いそうだね、あそこね。この間も行ったけど下降りかった。ちょっとなんかそんな気がして。そう。ああ、行けるところに、ね。時間もなかったせいもあるけど、降り、うん、なんかいそうだなっていう気がして。古式だけ一周された行政の子。いや、一周せんかって、上上がったところの周りでうろうろしたっけね。まあでも、うん。一周してください、天気のいい。うんね。まあでもなんか一周しても、中は見えんもんね。中は見えん。見えないもんね。外だけどね。外の景色が綺麗だもんね。そう。あそこが見えるのが六甲の池でしょ。上から見えるのが。見えるのは古式だけからは見えない。この間上がったら六甲の池が見えたけど。ああ、見は、そう、うん、あの一番南側からね。一箇所だけ見える。うん、見える。じゃあ。あそこは撮ったですよ。まあ虫がいる。怖いですね、これは。同じ土の色だから見えない。ああ、やめとこうかな。今のマムシの話聞いてやめよう。今度涼しくなってから来よう。おりますよ。いそうだね、はい。なんか嫌な予感がしたからやめた。でしょうな。なんか今一番いそうだもんね。はい。ああ。ですね。僕はとくにやってしちゃいるんですよ。10月過ぎたら大丈夫でしょ。そうですね。ね、10月過ぎて来ようかな、うん。その方がいいわ。紅葉が綺麗それ頃が。ね、紅葉がいいあるかもね。ああ。よし、それでこれ。今日はなんか嫌な予感がした。どうも。また教えてください。知らないということは怖いですね。こんな靴ではマムシに隠れたらひとたまりもないですね。ああ、危ないところでした。さっきのおっさん大丈夫かな。